なたには大切な家族や親友と呼べる人はいますか？動物の世界にも大切な存在と呼べる親友がいるようです。今日のお話は長年連れ添ってきた猫たちの友情物語です。見終わった後にはきっと胸が熱くなっていることでしょう。最後までご視聴いただけると幸いです。アレサナ、どうしちゃったんだ？アレサナはクリスマスの朝、病院で息を引き取り自宅へ帰ってきました。困惑する相棒猫のセン。それもそのはず、アレサナとセンは長年生活を共にしてきました。2匹はいつも一緒、抱きしめ合ったり楽しそうにじゃれて遊んでいる姿に嫉妬しちゃうほど仲良しだったのです。突然相棒がいなくなってしまったセン。2匹の飼い主のエマさんはセンの気持ちを思うと涙があふれました。そんな2匹が一番好きだったことは、お互いの耳を毛づくろいしてきれいにすること。2匹は深い絆で結ばれていて、いつまでもそんな幸せな日々が続くと思っていました。が、アレサナはがんを発症し、余命宣告を受けてしまったのです。突然亡くなったので、アレサナはセンにお別れを言えなかったと思います。センの落ち込んだ表情を見ていると、心が折れそうです。動かなくなったアレサナを見ているセン。死んでしまったのを理解したのでしょうか。セン、アレサナにさよなら言おうね。アレサナは今から天国へ行くからね。エマさんはセンを抱きしめ、アレサナの匂いを嗅がせました。相棒がいなくなったセンはアレサナを見つけようと探し回っています。エマさんはセンの様子を見てとても心苦しくなったそうです。センは玄関の隣の窓に座って何時間も外を見つめていました。そしてアレサナがいつも過ごしていた部屋を何度も歩き回っていたんです。きっとセンはアレサナが亡くなったことを理解しているようですね。しかしセンがアレサナの死を受容したようには思えません。そんな中、家族はアレサナの遺灰と足跡と毛の束を受け取りました。エマさんはセンの様子にいても立ってもいられず、あることを思いつきます。センが抱えている悲しみを少しでも救いたい。アレサナの毛の束をセンに見せたら、少しでも悲しみから救うことができるのでは。そこでエマさんはアレサナの毛の束をセンに見せました。するとセンは耳と尻尾をピンと立て、すぐに反応を示したのです。そしてなんとセンはその毛束に毛づくろいを始め、顔をすりつけたのです。センは優しいね。毛づくろいが大好きだったアレサナはとても喜んでいるよ。エマさんはセンが今の状況を受け入れて前に進む手助けをしようと考えました。私たちはセンに寂しい思いをさせないように全力で愛していますと、エマさんは今後みんなの心の準備が整ったら、大切なアレサナのことをいつでも思い出せるように毛の束で小物を作ろうと考えているそうです。センは今日もアレサナと過ごした場所で日向ぼっこをしています。大切な親友をなくした悲しみはすぐには癒えることはありませんが、センがアレサナを大好きだった様子はひしひしと伝わってきますよね。飼い主のエマさんもアレサナの気持ちを汲み取り、愛している姿に胸が熱くなりました。アレサナは
虹の橋を渡りましたが、アルサノの毛束で作った小物を通して、これからもずっとアルサノの存在を身近に感じることができると思うと、線は安心して毛繕いができますね。ご視聴ありがとうございました。